こんにちは、かくすけです。今回からはこの PC ゲーム、ストーンヘルスというゲームをプレイしていきます。このゲームは街づくりゲームですね。で今早期アクセス版なので、いろいろバグとかあるとは思いますが、そこら辺はねあまり気にせずにやっていこうと思います。で英語もね、詳しい遊び方もあまり知らないので、手探り状態になっていくので、まあグダグダになっていきますけども、まあね、応援よろしくお願いいたします。どこがいいんだろうな。この右側にある、とりあえずツリー&プランツっていうのが木の寮で、2番目が動物の寮、3つ目が鉱石の寮だと思うんですけどね、思うんですよね。でここら辺の山だったらやっぱり鉱石がいっぱいあって、でもやっぱり木が大事だと思うんですよね最初は。なのでとりあえずここら辺に町を作っていきましょうかね。お、ゴーレムがいますね。こんなの出てくるのかな。結構ファンタジー系が入ってるんですかね。OK です。一応簡単なね、画面操作だけは先に確認しておきました。いいですね、この辺のどかで。じゃあここら辺に作りましょうかね。ここら辺、森の内側のあたりね、木が必要なんでね多分。はい、まず自分の領地はここら辺にします。 OK。 はい、タイプのネームは、まあ名前はいいでしょう。よし、じゃあやっていきましょうかまだまだ時間がね、早く、あ、ストップしてきましたね今。そうです、私の環境ではですね、ちょっとマウスカーソルが取れないんですよね。なのでちょっと分かりにくいとは思いますが、 2,3,4,5,6,7人いますね仲間が。まずはやっぱり木を切るところからですよね、こういうゲーム。木を切るのはこれかな。うん、で木かな、ギャザー、オッケー。じゃあここら辺の木をね残しておきたいけど、あれあれ、こ、あ、あ、右側にはあんまり伸ばせないのか。じゃあここら辺から、おや、おやおや、あ、こうすればいいのかまあ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 、早期アクセス、あ、わかったわかった、水に入っちゃってたからうまく選べなかったんですね。まあここら辺ある限り切っておきましょう。ある限りじゃないけど、ある程度切っておきましょう。でマインはまだいいでしょ。これが多分この人たちの一覧だと思うんですよ。でチェンジジョブズ、あ、あ、あ、こうやって一人一人見れるんですね。皆さんハーベ、みんな今から木を切るらしいんですけど、この人だけアイドル状態ですね。なんでしょう、なぜでしょう。チェンジジョブス、あ、あー、いくつか職業ですね。これが、これがトラッパー、あー、罠仕掛ける人かな。ここら辺はまだダメって書いてありますね。これがカーペンター。あー、大工さんか。皆さん、このワーカーって言って、多分、何でも屋さんなんですよね。この何もしてない人だけ、カーペンターにしちゃおうかな。あ、こんな、マインド、ボディ、スピリット。あ、こんな、能力があるんですね。この人はハンマー持ってますね。あー、あ、いろんな、持ってるものが違いますね。あー、そっか。頭の良さとかは今はいらないと思うんで、大工さんに、まあこの人普通ですよね。なんだいなんだい、うん、はい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 、あ、全員確認しましたよみたいな感じかな。ジョブアビリティーズ、うん、すみませんね手探りでね。
スピードとかスタミナとかあるんですね。まあまだ最初なんで、とりあえずこの人をね、大工さんにします。チェンジジョブス。まあはい、よし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 。罠の人はまだいらないでしょう。はい、あ、まだ確認、まだ確認がいるぞ。で、これが人の一覧ね。タウンインフォ、あ、これが情報ですね。フードが5、シェルター、シェルターが5、オーバーロールハッピーネス、あ、幸せですね。ネットワース、ん、よくわかんないけど、お金とかかな、わかんないな。右上にもなんか7とか0とか0とか書いてありますね。真ん中のがカジアレベルとかかな、右側が防御力とかか。シェルターが防御力弱点ですよね、多分。はい、あ、これで情報が 見れると。で、一覧は OK。 これは多分掘る人ですよね。こっち側はマインブロックス、ブロック、あー違うんですね。後でわかるでしょう。ここがあ、ファーム、トラッピンググラウンド、あー、トラップ置くところ、アニマルを飼うとこ、ストックパイ、あ、はい、ここに集めた木とかを置くんですね。ここら辺でいいかな。あ、でもやっぱ近い方がいいけど、町の中心にも近い方がいいですよね、多分こういうのね。あ、しまった。ここぐらいに置いとこうかな。あ、置けるものは選べる。まあとりあえず何でも置いておこう。後で帰れると思うんでね。で、そう、このゲームの特徴がですね、この家をですね、デザインできるんですよ。こうビーって大きさから高さとか素材とか選んでね。だから本当にね、街づくり、家づくりまで楽しめるゲームなんですよね。で、これがクリコンウォールトゥービルドラダーズ、ウォールね。これがアイテムを置く、これが建てるね。ここら辺はまだいいでしょう。 OK、 とりあえず進めていきます。どうなんでしょうね、難しいぞ。お、あ、ジョブチェンジしましたね。君、何しに行くの。でも大工さんだから結局みんな木を切りますよね。さっきまでこの人は退屈してましたからね。よかったよかった、ちゃんと働き出して。いやー、可愛いですよね、こんな近くで見れるってなかなかないですよ、街づくりゲームで。こういうね、ゲーム好きなんですよね。いくつかちょこちょこね、バニッシュドっていうのとか、ノーモリアっていうのの方がこれに近いんですけども、ちょこちょこやったりするんでね、ある程度は英語読めなくてもいけるとは思います。ワイルド、あはは、これね、さっき選択したやつですね。掘るのはいいでしょう。アイテムを、アイテムを、これは家ですよね。家じゃなくて、アイテムを、お、アイテムを持ってませんもんね。アイテム必要なんですけども、これはいいでしょ？トラブラー。You really benefit from something tasty. The traveler would like to leave you one farmer's hoe. いろいろ教えてくれるのかな、これは。One farmer's とか言ってましたね。そうですよね、一人はファーマーが必要ですよね。
どれにしましょう、誰にしましょうか。この人まあ適当でいいでしょう。今はこの人をね、ファーマーさんにします。おい、チェンジジョブス、ファーマー。あ、さっきまではファーマーできなかったのにできるようになったんですね。それのお知らせだったのか。オッケー。ん、まだワーカーのままですね。お、君ですね。イエーイ、ファーマーになったぞちゃんと作ってあげないとね。じゃあファームをここら辺に作ろうかな。ここら辺に建物を建てて、手前側にファーム10ぐらいにして、ジューサークロップ OK。 あ、いろいろあるぞ。ファロー、フラント、ノークロップ、ダメ。うん、ファーストグローイング、あ、早い。まあ、今必要なのは早いやつですよね。じゃあいくつか作れるんですね。じゃあこれの隣にまた重々の、何にしよう、キャロットにしようかな。うん、まあ、育つの早い方がいいですからね、最初は。でですよ、でですよ、アイテムを作りたい。ルートっていうのは、あ、壊すのかな。あ、ダメ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 、ごめん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 多分守りモードでしたね。皆さん隠れてっていう感じでしたね、今のは。うん、スライス、あー、なるほどね、見え方ですね。あ、1になったぞ。あー、どれ、ある程度の職業で分かれてるのかな。何か作る役が一人増えたから、真ん中の右上の旗のところが1になったのかな。う、大変だ。あ、ナイフがあるんだ。うん、木だらけですよね。木がいっぱいあるんですよ。じゃあ先に建物建てちゃうか。ちょっとストップしとこうかな。ここら辺に建てましょうかね。素材は普通に木。うん、木しか持ってない。ウッドフロア、色も、まあ、色も選べるんですね。ちょっと濃いめの色にしましょう、床は。こんなもんかな？ポン。で、ウッドウォール。うん、ウッドウォールです。ウォールマテリアルは木木しかありませんからね。うん、あ、普通のこの白いのか茶色い、あー、どうしようかな。素材のによって変わったりするのかな。私としてはこの木な感じが好きです。で、2階はまだ別にいらないんですよね。で、屋根ね、なんか変じゃないこ、うん、ウォールはいいんだよね。まあ、これでいいのかな。これで全体できるようになる。4、5、6、7、8。あ、高さですね。まあ、こんな。豆腐ハウスでいいんじゃない、最初はね。で、ドア。ドアが、これ。で、まあ、行き来しやすいようにね、いろんな方向にドアをつけておきましょう。窓なんて必要なのかな？一応つけておきましょうか。はい。3、4、あ、大丈夫？なかなか適当感溢れてますよね。いやー、こういうのこだわるのはね、まだ後でいいと思うんですよ。とりあえず慣れろってやつですよね。よし、こんなもんでいいんじゃないかな。とりあえずこれは何だい。あ、椅子とかも置けるのか。あ、まだ置けないのかな。後になっておく感じかな。はい、フィニッシュ、ビルド、えい、イエス、スタート、スタートだよ、みんな。
立ててね。で、これはいいとして、あ、よし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 、みんな立ててくれてますね。で、ベッドは作りたいんです。一応ですね、他の方の動画をちょっとだけ見まして、最初にベッド作ってたんですよね。しかし、その作り方がわからない。インベントリーに入ってたりしない？これ普通の木ですもんね。ナイフ、あ、ナイフここに置いてあるな。まだナイフは使わなくていいよね、多分。どうすればいいんだろうな。この人に、あ、それ持ってるやつじゃなくて、この人に、ビルドワーク、あ、ワークショップだ、ワークショップ。そう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 。この人カーペンターじゃん。ダメ。あ、カーペンターしか作れないのか。じゃあカーペンターさんにワークショップを、作らせて、ここら辺。で、ベッドを作るのか。オッケーオッケー。やっとわかったぞ。いいね。で、これで、ムーブアイテムじゃなくて、ショーワークショップ。オッケーです。これがファーマーズホー。あ、すみませんね。英語全然わかんないんですよね。ハンマーキセル。ここら辺は武器とかツールズ。そんな感じですね。さっき作ったこのドア。ここで作るんですね、多分。じゃあ、ドアが確か3つ。クラフト。オッケー。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 個ぐらい先にベッド作った方が良かったかな。あ、ノアオフさんもちゃんと作ってますね。偉いぞ。いやー、面白いな。で、ベッドも、あ、木だけでいいんですね。この人たち確か7人だったんで、7個。おーほ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 ー。ほう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 。作ってくれてますよね。今、ガスガス言ってましたね。いいね、いいね。お、作った。あ、レベル。あ、カーペンターのレベルが上がりました。そんなことあるのか。やったね。夜ですよ。すみませんね、こんな夜中まで働かせて。ちょっと悪いね。悪いけど。あ、そっか、ベッドすらもできてないのか。お、うさぎちゃんがいるじゃないですか。あ、いや、フォックスじゃん。キツネさんがいますね。へぇー。キツネにしてはちょっとちっちゃい気がするけど。へぇー。これから皮が取れるって書いてありました。さっきの説明のとこ。で、これは焚き火ですね。いいですね。真ん中に木材が置いてある。木材燃やして、ちょこちょこ変えなきゃいけないのかな。この木材って、あ、よし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 、いろんなもの作って置いてますね。ここに、これがドアかな。ちっちゃくないドア。まあそういうもんなんでしょうね。設置したら大きくなるでしょう。これの調子はどうだい。あと窓が3つとベッドが7個。先にベッド作らせるべきだったな。お、畑も全部耕し終わってますね。足りるかな、これくらいで。時間かかるやつも同時進行で、ごめん、こんなとこで。ごめんね、眠らせて。これはハピネス減りますよ。もうしゃー、ごめんなさい。みんな頑張ってくれてるな。すごいな。ずっと体力仕事してますよ、皆さん。木をね、切ったり。ちゃんと木を持ってきて、やってるんですね。面白いなぁ。見てるだけでも飽きないな、これ。あ、眠そう。疲れた。あ、寝ちゃった。ごめんね。あ、びっくりした。その女の子から取らなかった木。まあいいんですけど。ベッドができたら、できるだけ眠らせてあげたい。ね、今何作ってる？君。あ、ベッドができました。よし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 。ベッドを、とりあえず、ここらで寝
眠れる人はここで寝ていいよ。ごめんね、遅くなって。あ、もう一つできてましたね、いつの間にか。はい、後でベッドの場所も変えられると思うんで、とりあえずここに置きましょう、全部。よいしょ。ごめんね、みんな外で寝かせちゃって。まだまだですね、操作が。よし、みんな寝てね。これは、あ、普通の木材か。よいしょ。はい、 OKOK。 あ、起きましたね。ちょっと仮眠状態だったんでしょうね、ちょっとの間だけ。え、ここが置く場所を設定したんですけども、消えましたね。あれ、あ、同じのを2回置くようにしちゃったんですね。ふんふん、いいぞ。あ、早いな、起きるのみんな。偉いぞ。木もちょこちょこ切らないとダメですね。で、ファームをもうちょっと広げようかな。種って取らなくていいのかな。うん、別に種の数はないっぽいですね。 This plant flavor can be spun into treed threed silkweed。 あ、あはは、は、麺かね。なるほど、パンプキン。 Big round and fast growing。 Oh, but tasty it is not。 あれあんまり美味しくないの、この人にとっては。コーンにしました。はい、ふんふんふん。よし、夜になりましたねっていう感じで来ましたね。今夜が明けますよっていう感じでお知らせが来ましたね。あ、キャンセルごめんごめん、また変なところに畑を建てそうだった。よし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 、みんな頑張ってるね、いいね。お、おはようございます。ね、みんなろくに寝かせてあげられなくて。とりあえず今日は室内で眠れるといいね。いいよ。一人一人顔も違うんですね。え、あ、君は柵を作ってるのか。細かいな。柵っていうかこれは多分上に登るためのやつですね、皆さんが立てるために。細かいとこまで作ってあるなぁ。で、ここはまだ種は植えてないっぽいですね、まだ。で、ここはもう完成したのかな、全部。よし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 。あと必要なものってあるかなぁ。ウィーバーズスピンド。全然。うんうんうん。これは杖っぽいですよね。すごいですよね、細かいですよね、このゲーム。できることがたくさんあって、椅子もあるのか。ちょっと休憩できますね。これはちょっといいものが必要なんですね。テーブルとか、うん、アーマーか、これは。で、寝具、あ、デコレーションね。デコレーションまだいいな。椅子を4つぐらい作ろうかね。はい、 OK。 で、このテーブルを2個ぐらい作ろう。よし。お、いいね。足場にちゃんと乗ってやっぱ作っていくんですね。細かいな。ちょっと広くしすぎたかもしれませんね、すごく時間かかってる。まあでも今回はこれで一旦終わろうかな。ご視聴ありがとうございました。こんな状態ですけども、少しずつ頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。